でやっぱその最初に出会ったのが黒いその68年のやつで、まあ、このルックスしてるやつで、でその東京のお茶の水の楽屋さんをブラブラしてたら、その黒い J45 があって、ちょっとなんか J45 フェアみたいなのをやってて、でもルックス的にはその黒がまずそこに目がいって、他のも弾いたんだけど音的にもルックスもそれが一番好きで、なんかいやその最初に見た時にその黒いアコギ自体あんま見たことがなかったし、で特にその、まあ、J45 自体があんまり当時日本ではそんなに弾いてる人もいなくて、まあ、人と違った感じだし、すごいそれもいいなと思ったのもあったし、まずその黒だと見かけがすごくロックっぽかったんで、そこからすごい J45 が好きになって、弾きやすいです、何でも大丈夫ですよ。この前このルックスが黒いから割とこうロックメナの弾きたくなるのはありますけど、とにかくすごくギターとしてめちゃめちゃよくできてるんで、でやっぱ私がそのチューニングの安定度もピッチの良さも問題ないし、これが今まで試してきたピックアップの中では一番自然な音がするなと思いますね。本当にすごい鳴りがとてもいいので、別にそう俺のファンの人じゃなくてもすごく気に入ってもらえるギターだと思うし、やつも好きなんですけど、43ミリぐらいなのかな、まあ、いわゆるレギュラーの感じに近いと思うんですけど、ちょっとこう上ハイポジションの方を弾くのにはちょっと覚悟がいるっていうか感じだったけど、これはまあ普通にどのポジションでも弾きやすいし、まあ、特にこだわってるのはこのピックガードのこのネジですね、このスクリューが68年の当時のモデルはこうネジ止めだったんですよね。その見た目だけルックスだけ重視してネジ頭だけを接着してるんですけど、意外とねこのネジのルックスはすごい重要で、これそれがかっこよかったのもあるし、そこも再現してもらって、最初からちょっとだけヴィンテージの味わいがあるようにしてもらったんですよね。そうですね、ちょっといいアコギが欲しいなんて人にはすごいおすすめですけどね、すごい活躍しそうですね。